はい。カメラマンの西山です、えー。今日はですね、キャノンさんのお話になりますけども、5月の15日、えー、ニュースリリースで流れてきた EOS R システム初のフラッグシップ機 EOS R1 を開発、新開発の映像エンジンシステムにより高性能 AF、高画質を実現というね、ニュースリリースで流れてきました。で、具体的な 性能的なものっていうか、どういうカメラになるのかっていうのが、具体的なところでは何もまだ発表されていません。発表されているものとしては、デジック x に代わる新開発の映像エンジンシステム、デジックアクセラレーターですね。こちらの方が採用しましたというふうになっているのと、まあ、これを採用することによって AI 技術で AF 性能がかなり 色々と、ね、上がってきているということなんですけどもまあここまでの発表になっているので画素数とかそういうものに関しては全く何も出てきてませんだから連写速度がどのぐらいなのかとかね動画撮影の方の性能とかもね全くまだわからないんですけども、えー、まあ多分2,400万画素ではない気はしてますけども、えー、そんなに大きな画素数になる というふうにもちょっと思えてないのかなというところで、えー、ここはもう全くねわからないので想像ではあまりものは言いたくないなというところで、えー、楽しみにしていたいなというふうに思ってます、えー、ただまあそのデジックアクセラレーターの方の、えー、技術がねどういうふうに進化してきているのかということを えー、ととててても楽ししみにはいいたいなと思ってますあとはね価格ですねこの価格がどのぐらいになるのかなっていうのが一番まあ購入する側からすると気になるところで、えー、すぐに買えるのかなちょっと様子見た方がいいかなみたいなねところとかまああと R さん最近はもう競馬の方にも の RF の、ね、200800を買ったことによって、えー、R さんが競馬撮影の方でも、ね、レース写真の方でもかなり視力に使ってきているんですけども、えー、どうしても気になる一点としてはそのローリング歪みがやはり出ているという部分が気になっていて、えー、RF の200800を使っていそ かなり、ね、上げて使っているんですけどもその磯の分に関して磯が上がっていることに関しては、まあ、確かに100とか200と比べると、えー、多少はね、あのー、ノイズの感じは出てるところもあるんですけどもでもそこはそんなに気になっていないっていう感じですね。それよりもローリング歪みのところををどういうふういいにこう現像処理をしていく中で 扱っってていいくのかっていうのかうが、ね、非常に気に,な、まあ、気になるというか、ねえー、悩ましいところだったりもするんですけども、えーまあ、そこが R1 でかなり改善されているといいなと思うしもしそこがかなり進歩しているのであればもう R3 ではなくて R1 の方に移行していくっていうね、えー、ところは真剣に考えたいなというふうに、ね、思ってます。 な,なのでねそこの辺りの情報が出てくるのが、まあ、いつぐらいになるのかなという感じはしてますけどもね、まあ、今年はオリンピックイヤーなのでオリンピックのタイミングで発売されるのではなくてそこで最終的に、まあ、限られたカメラマンさんが、えー、テストをして。 でそれがフィードバックされて秋口になるのかなっていう気もしてますし、まあ、2024年度中に発売っていうふうになっているので、まあ、それは2024年のどこかのタイミングっていうことなんでねオリンピック前なのか後なのかっていうところはちょっとわからないですね、えー、かなりこう幅を持たせたような、ね、発表の仕方をしているので、まあ、実際どの辺りなのかなっていう、ね、感じはしてます。まあ、あと価格に関しては えー、今年に入って EOS の R3 と R5、えーえー、でそれは多分まあ私も前チラッと話したかもしれませんけども R1 が出てきたりとかね R5 マーク2が出てきた時の価格の設定をする上でのちょっとこう調整している部分があるのかなっていうふうに個人的には えー、思っていたりするんですけども、ね、まあだからそこ,そこが、えー、価格が少し抑えられたことによって R1 の、えー、価格がどのぐらいまで抑えられてくるのかなっていう感じでね思ってるんですけども。100万っていう数字は うーん超えないでいてほしいなと当然思ってるわけですけどもね。えー、まあ、どのぐらいなのかなという感じですね。で、あともう一つね、あの、R1 ではないんですけども、R6 の M2 がやはり同じように価格が少し下がりましたね。えー、これもちょっと噂が出ている R6 の M3 っていうのがね、えー、少し現実味が出てきているのかなっていうふうなね、なんかそんな感じが個人的にはしています。 まあどちらにしても R1、えー、もう少し詳しく情報がね出てくればまたお話ししたいなと思いますけども、えー、まあ気になっている点画素数そしてローリング歪みあとは価格っていうかねそういうところだと思います。あとはは、もう他の部分に関してはもう かなり性能アップしてくると思うので、そこはね、えー、まあそれはもう全体的にね、新しいカメラ出てきた時に楽しみだなっていう。まああと使う側がね、それを全部使いこなせるのかっていうところでね、思っております。ということで、ありがとうございました。